スクワットみんな嫌いですよね。わかりますよ、きついですからね。息もありえないぐらい上がるし、しかも足っていうのはとても都合がよくって、鍛えてなくても細くてもズボンで隠れる部位なんで、鍛えてなくてもバレない部位だし、そもそも一般人は足なんて見ませんからね。仮に細くてもなんか指摘なんかしてくる人いませんから。僕もちゃんと足トレをやりだしたのは20歳の時なんですけど、それまではねまともに足トレなんてしたことなかったので、皆さんと同じです。だから安心してください。興味がなかったから足トレやっていないっていう感じだったんですよね。僕が初めて出た学生ボディビル大会、今から10年前ですけど、2013年のその大会が終わるまでは足トレなんてやっていませんでした。ボディビル大会出るくせに足トレなんかしないでずっとランニングばっかやってました。でその大会が終わった後に大学の先輩にね、レッグプレスっていうものを教わって、そこからいきなりドロップセットっていうのも教わって、それがもう気持ちよくて気持ちよくって足トレの虜になってしまって好きになってしまったみたいな感じですかね。でもスクワットもそうなんですけど、足トレはね僕した方がいいと思っています。僕はねいちいち足トレをするメリットだなんていうのはね考えていないんですけど、実際にはたくさんいいことがあるんですよ。まず下半身の筋肉が発達していたり、筋肉にねメリハリがあると人間ねエロスを感じてしまうんですよね。つまりモテます。もちろん筋トレすればモテるっていうわけじゃなくて、もちろん顔ありきなんですけど、鍛えていない自分よりかは確実に多くの人の目に留まりますね。それは絶対言えます。そそられるっていうことです。170センチ100キロですみたいな過度の発達は聞かれたんですけど、例えば170センチ65キロとか180センチ75キロとか、なんかちょうどいい体型であって、なおかつ足トレをして下半身にボリュームをつけて、あとは服だったりね、おしゃれに気を使っていれば、勝手にモテます。足トレ嫌いな人は足トレはモテるために感じでやるっていう風に捉えちゃっていいと思います。他にもたくさんねいいことがあるんですけど、例えば代謝が上がるだとか減量が進みやすくなるとか、いろいろあるんですよ。だけどね僕は個人的にいいなって思っていることがあって、それが性欲が爆上がりすることですね。これは足トレをちゃんとやっている人じゃないとわからないと思うんですけど、翌日息子がね収まりません。これはね素晴らしいことです。よく体は20歳を境に衰えるだなんてね言われていますけど、そんなの嘘です。何もしていなければそうかもしれませんけど、今年私30歳になるんですけども、僕はね今が一番元気です。18歳の時とか、20歳過ぎたくらいの時よりも今の方がはるかに元気です。足トレの魅力少し伝わりましたか？別に鍛える鍛えないは個人の自由なんですけど、下半身細いとなんか生き物として弱く見えますよね。そんなね弱そうでなんか可愛らしい人が好みですけども、少なくともジムに来ている人はみんなね、いろんな意味で強くなりたい人たくさんいると思うんですよ。目的があるわけじゃないですか。でかくするにも絞る上でもね、そういういろんな人たちの願いを叶えてくれるのが足トレスクワットなんですよ。きついけどそれ以上に僕はいいことがたくさんあると思っています。僕が今言った性欲が上がるとか代謝が上がるとか、そんなこと以外にもたくさんいいことある。できればググってほしい。僕の動画からでも多少伝わればいいなと思ってるけど、ぜひ皆さんねスクワットから始めてみてください。はい、以上です。